初恋のやり直し、山の口爆小学校の六年生になってからのこと。僕は机の前に座っていても、それは父や兄などの手前で、勉強しているふりをしているに過ぎなかった。ある少女のことに気を取られていたからなのである。少女はしばしば、 僕の家の近所に遊びに来た。そこには沼があって、その沼の水の中に、少女は着物の裾をまく仕上げて入った。水すましやゲンゴロが彼女のすねの周りを泳ぎ回り、彼女は腰をこごめて、浮草などを手にすくったりして遊んだ。その少女がいつも僕の頭の中にこびりついていて、机を前にしては、 勉強しているふりをしているうちに、中学の入学試験には落第してしまった。そこで一年を高等化で過ごしたのであるが、中学の一年生になって間もなくのこと。校長の就寝の時間に居眠りをしてしまったのである。前夜は家に事情があって、一睡もしないで一理の道を歩いて登校したからなのだ。 僕はびっくりして目を覚ましたが、それは校長が、水差しの水を僕の鼻にぶっかけたからなのであった。その日から、出血簿の僕の使命の上に、朱色で三角の印をくっつけられて、注意人物の扱いを受けるようになったが、事情も聞かずに、こんな仕打ちをした校長の教育は、そのまま僕にとっては、 学校に対する反感の教育になってしまったのである。当時の中学には、罰殺というのがあって、小さな木の札に墨書してあったが、普通語、山和口を励行させるために、沖縄語、内縄口を罰したのである。生徒は勤めて山和口を使ったが、持って生まれた内縄口が、 ふと口をついて出ると罰殺である。しかし注意人物の僕などは、意識的に内な口を使ったりして、左右のポケットに罰殺を集め、それを便所の中へ捨てたりした。僕はその頃から詩を作ることを覚え、絵を描くことに興味を持った。詩は土地の新聞に時々発表するようになって、 またしても女性のことを考えるようになり、ごぜというのの女学生と、密かに恋愛を働いたのである。三年生になって、ごぜにもらった手紙の一束を兄に発見されて、僕の恋愛が明るみに引きずり出されてしまった。父は怒って、学校などやめろ、と横目で僕を睨んだ。この時ほど、 決まりの悪い思いをしたことはなかったが、僕はいろいろな手を尽くして、結局、ご税との婚約を成立させることができたのである。そこでほっとしたわけでもなかったろうが、僕は大病を患い、もう一度三年生を繰り返してから四年生になった。学芸会の時、 気のあった友達と計画的なことをして、一人は有酸階級の存在を攻撃する熱弁を振るって、弁士中止をくらい、他の一人は白髪の校長を骨董品に例えて攻撃し、これもまた弁士中止をくらった。僕はその時ヤジの係になって、行動の後ろから彼らの熱弁に声援を送り、拍手を送った。 その時のことが縁で、彼ら二人は学校を追い出されてしまったが、僕は自分で学校を捨ててしまった。すると間もなく予想通りのことが起きた。それは五税からの手紙で、婚約の解消を申し出てきたのであった。これで精神をすっかり失って、気はさっぱりしすぎたが、 僕の放浪生活はそれからなのであった。しかし死はあらゆるものから僕のことをかばい、僕を弁達して、またまた精神を僕に取り戻してくれて、恋愛までさせてくれたのである。その女性の名はおみとと言って、女学校の四年生なのであったが、小学校の頃、 僕のことを悩ませていたところのあの少女なのであった。僕は死のおかげで初恋のやり直しをしたわけである。